プチブリ広国とは、プチブリを首都として、セベルシチナ地方に成立した、ルーシの分量広国である。CNVKRPT ライ KIS ポリエチレン、チェルニゴフと、その分量広国 C、チェルニゴフ広国 V、フシチーシ広国 N、ノブゴロドセベルスキー広国 K、クルスク広国 R、ルイリスク広国 P、プチブリ広国 T、トルブチェフスク広国、周辺の 主な広告敬愛、キエフ広告ポリエチレン、ペレアスラブリ広告ライ、リャザン広告 S、スモレンスク広告ポイントは、広告の首都の位置のみを示す。国境線は2014年現在、プチブリに関する最初の言及は1146年の記述であり、プチブリ公がチェルニゴフ公との戦いに敗れたことが記されている。ただし考古学者によって、 10世紀の木造りの要塞の存在が証明されている。プチブリ広告は、ノブゴロド・セベルスキー広告の分量広告だったとみなされている。1185年、イーゴリ軍旗の主人公、イーゴリ公は、プチブリより、ポロ別族に対する遠征に向かった。作品中の名場面として名高い、ヤロスラブナの嘆きは、プチブリを舞台としている。一方、年代記においては、 イーゴリは、ノブゴロドセベルスキーを発し、プチブリから、息子のウラジーミルを伴った、という趣旨の記述がなされている。また、1186年には、ポロベツ族が反撃に転じ、プチブリとその近郊は、襲撃を受けた。1223年、プチブリ公国軍は、カルカカ藩の戦いに参加した。モンゴルのルーシ侵攻の最中の1239年の冬には、 広告領は、モンゴル帝国軍によって破壊された。1362年のシニハ川の戦いの後、プチブリ広告はリトアニア大公国の一部に組み込まれ、1500年にモスクワ大公国に併合されて消滅した。その後の時代においては、プチブリ広告だった領域は、ロシアの動乱時代にボロトニコフの放棄の中心地となっている。ぜ、木村正一 イーゴリ遠征物語 P102、木村翔一、黒録、イーゴリの遠征に関する、一派地位年代記の記事、イーゴリ遠征物語 P126、木村翔一、黒録、イーゴリの遠征に関する、一派地位年代記の記事、イーゴリ遠征物語 P143。ありがとうございます。